クリスチャン・イヴァン・ビアヌ・エヴァ・リモー,オーンは、メキシコ・ハリスコ州クアダラハラ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。2008年8月17日にテキサス・レンジャーズと契約。2009年は、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・レンジャーズ2で、プロデビュー、8試合に出場して打率。208.3打点、1盗塁。2010年は、ルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで51試合に、 出場して打率314.2本類が35打点6盗塁の成績で8月31日にアリゾナリーグのポストシーズンオールスターチームに選出された2011年は A 級ヒッコリクローダッツで126試合に出場し打率278.17本類が84打点32盗塁 2012年は2月21日に、ベースボールアメリカのトッププロスペクト100で100位に選出され、A 級マートルビーチペリカンズで100試合に出場し、打率285.10本塁が59打点9盗塁。シカゴカブス時代2012年7月31日に、ライアン・デンプスターとのトレードで、カイル・ヘンドリックスと共にシカゴカブスへ移籍した。移籍後は、 a 級デートナカブスで25試合に出場し打率、250.4本類打9打点、5盗塁、オフの11月20日に、カブスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2013年は、a 級テネシースモーキーズで133試合に、出場して打率、317.19本類七打72打点、5盗塁、オフの11月12日に、 トップス社が選ぶ AA 級のオールスターチームに選出された。2014年はトリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎え64試合に出場して打率211.6本塁打26打点に投類、6月に降格した AA 級テネシーで62試合に出場して打率248.4本塁打32打点2015年は AQ テネシーとトリプル AQ アイオワでプレーし、トリプル AQ アイオワで百二十三試合に出場して打率二百五十九点一八本塁が十八打点一盗塁。二千十六年は右肥骨の骨折でプレーせず十二月二日にノンテンダー FA となった。二千十六年十二月十二日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び二千十七年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年はトリプル A 級エルパソチワワズで開幕を迎え、109試合に出場して打率。296.20本塁が86打点トリプル A 級パシフィックコーストリーグのリーグチャンピオンシップに出場したがメンフィスレッドバーズに敗れた。 トリプル A 級シーズン終了となった9月18日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にて6番3塁手で先発出場してメジャーデビュー出場12試合で打率3444本塁打7打点2018年は4月に打率3218本塁打 19打点の成績を残し、ナショナルリーグ月間最優秀新人選手に選出され、最終的に110試合に出場して打率。236、20本塁が46打点。2018年11月21日、読売ジャイアンツとの契約を発表。背番号は33。2019年の開幕一軍は逃したものの、 翌3月30日にテイラー・ヤングマンとの入れ替わりで一軍登録、7番サードスタメンで来日初出場した。当初は変化球攻めに対応できずスタメンを外されることもあったが、4月9日の中日ドラゴンズ戦では来日初本塁打を含む2本のホームランを放ち、翌週の4月16日からは3番でスタメン出場する。しかし、 シーズンを通しては73試合に出場して8本塁打得選しシーズンオフに自由契約となった11月4日に 2019WBSC プレミア12にメキシコ代表として出場しチームの中心打者として勝利に貢献した2019年12月5日に北海道日本ハムファイターズが獲得を発表背番号は4 4年は ブランドン・レアードの穴を埋めるべく三塁の定位置を期待されていったものの中水炎のためで遅れ、7月7日に一軍登録された。打率、224本塁打と打撃面で目立った成績を残せず、出場試合数は54試合に止まった。11月18日、対談が発表された。対談後は、メキシコウィンターリーグのチャロスデ・ハリスコに参加した。 2021年4月6日、メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約した。ありがとうございます。